しく元気になる、勇気づけられる応援ありがとうございました。シーズン最初に高い目標、優勝という目標に立てて、目標を立てて、選手は本当によく頑張ってくれました。ただ、この成績に関しては、本当に悔しい思いをさせて、申し訳ありませんと思っております。ただ、少しずつですけど、力をつけていっています。このチーム、選手、もっともっと強くなって、本当にたくさんの感動を与えられるようなゲームを多くしたいと思ってますし、常に優勝を争いをする上昇軍団になって、優勝して皆さんの喜びを共有したいと思っております。来シーズンも応援よろしくお願いします。天皇杯はまだ残ってます。チーム一丸となって優勝を目指して頑張っていきます。そして優勝を皆さんと一緒に分かち合えたらいいなと思っております。頑張ります。